今回は、列調ショップ、オートヘイブンレッカーズで、サーガー・アンダーソン使っていきまーす。いや、いいね。アロン・ウィクス、主人公、サーガー・アンダーソン。ウェイクさんもいます。ウェイクさんとハディさん。と、タップさん。いや、サーガー使えんのか。ね、自分の特殊能力。で、いろいろね、謎を解いていきましたけど。なかなかいいキャラクター。サーガのこの FBI のこれなんか警察関係者多くない？この DVD という世界。あ、サーガこれ新しい。このテレビの周りじゃないと呪いたまらなくなったんだよね。タップが殴られてる。あっちの2回し早いな。俺がさ、ちょっと半周回っただけでさ、破線機ってこんなに回るんだね。誘導とかあんのかな。そこじゃない。はい、呪いで、呪いの固定が2個になったのかな ?1 釣り目で。あ、デッドロックあり、オッケー。だからそんなに強くない、PTB ほど。PTB はもう理不尽にさ、もう呪い固定して、もう、お前5とか6で固定な、なったから、そんな理不尽さはなくなった、と思われる。ここ強いから、大丈夫やな。違うところの発電機デッドロックで、塞がちゃったからやりたいんだけど、違う発電機はねえ。ライト救助を狙うのもありなんだけど、まあ、ここは最初は発電機はちゃんと回そう。最初はな。いや、貞子はいたと全力疾走欲しいな。こういうところが不意に出てこられるとさ、あの出た瞬間足速くなるアドオンあるじゃん。ああいうのとかあると逃げられないんだよな。俺はこの位置にいると、飛んでくると呪いがたまると。結構ね、ノックアウト構成の貞子とも当たったんだけど、あんまり呪いたまんなかった。テレビの周りにいない限りは。あとなんか範囲を広げるやつもあんのかな、このテレビの呪いたまる範囲。結構ね、どうなんだろうって感じ。今やられちゃったけど、植木さん。これは普通に回そう。もう一人の人を救えそうな感じがしないでもないけど、どうだろう。ハディ行ってないか。あらなんすかなんすか。あれね、不吉な方位ね、新しく強くなった。十数秒間ブロックされるはず。これはしごで救助いきそうじゃない、起こして。これはやろう、発電機で。これでアピーね、救助いきませんよ。これ多分ハディが行ってくれるはず。あの辺りでチェイスしてなかったら多分ね、救助いけると思うんだよ。ナイスナイス。結果、息釣りだったんなら、まあ、別に問題ないよな。時間結構ね、稼いでくれたのはある意味、いいかもしれない。で、まだ呪い2っしょ、まあ、あんまり飛んでないのもあるけど、なんかあんまり、どうなんだろう。貞子としての強みは。前のさ、なんか嫌だなっていう感じは、なんか結構減ったような気がする。次、板倒すな。どう？あ、そっち向かれたら無理かも。あ、うまい、これ。天才。お、ナイスナイスナイス。なんか俺が怒られそう。ね？なんで？俺なんも悪いことしてない。俺なんもしてないっすよ。あの、すいませんけど、私何もしてないんですけど。どういうことなんでしょう、一体。分からん、どっちか。どうやろう。私が一体何を。これで足を遅くして、これが意外と強い、マジで。あっ、飛んだ飛んだ。どっち飛んだか分かんない。飛んだか分かんねえから、とりあえず安全そうなところでする気がしよう。で、後ろのテレビがついてるってことは、そこにはいないですね。飛んできたら消えるしね、あれ。ずさんないから回復しよう。ちょっと通り道になっちゃったけど、共通小屋。光の闘士ってマジでさ、60秒なんだけど、リチャージ。これがね、
意外とチェイス中にさ、なんか 2回とかうまくいけば3回とか発動する可能性あるからさ、普通に強いんだよね、距離取って。これ回し切りたいな。これビデオ取っちゃうか。これ取っちゃって飛べないようにして、でこれでつけ切っちゃう。あーでもこれどうだろう、飛べする草入ったからちょっとどうだろう。回し切りたいな。でもあの人小釣りだし。でもウェイクさんが何もやってないからビデオに行ってくれるはず。ビデオ返しに行っていいっすか。このどこでもいいわけじゃないんよね、ビデオが。ハリー行ってくれるかな。俺ビデオ返しに行こう。でもやっぱ早め早めに返すのはまあやっといてもいいよな、今まで通りちょい早め。でもそんなに前ほどさ、なんか重要ではないような気がする、返すの。審査だこ、なんか俺前の方が嫌だったな、やっぱ。わかんない、まだ立ち回りがさ、今の方が強くなるかもしれないし、まだわかんないよね。まあ現状は前の方が嫌だな、とりあえず。特殊キル狙い貞子。なんかめっちゃおじさん来た、めっちゃ来た。でもこの2人の並びが見れるのはよし。この発電機共通が行きたいな。でも多分デッドロックで共通側の発電機は下がる。こんだけどテレビないからこれ呪いたまらんのよ。これあんま強くないよな、まず。後ろか、俺がゆっくり乗り越えちゃったけど。違くない、これタップ割れてるな。この光の投手はライト救助かと思いきや、別にそんなことないんだ。チェイス補助なんですよね、これ実は。タップ狙いでいってるから、ああまたスタグレ持ってる。光の、あ光の投手って、でもさ、そっか、スタグレでもいいんだ。あ、飛んだ。こっち側かな。気になるのはここ。あ、貞子の音する。あ、そっちか。こっちなら回せるわ。で、そのままこっちやろ。あ、あれ？あれ？あ、そっち。あ、そ、ここが塞がったから、なるほどね。そっちやったのか。じゃ、これと、あとそこの横にも1だったから、デッドロック結構長いんやな。普通にそこやろ。なんか通るわけないよ。あれなんかスタグレして報い受けてない。やってるけど追ってくるか。これこのまま救助しよう。ハディがその後追われる可能性ある。それかこの人を持ってくか。救助いけそうだけどね。2人来るんなら2回引くでもいい。地雷入れてね、あれすぐ飛んでこれない。ミクさん自己回持ってなさそうじゃね。タップ割れてる。ここやろう。で、あっち結構回ってるから、多分やっちゃってもいいような気がする。何そろりそろり。そろりそろりしてんだけど、ウェイクさん。で、ハリーの近くにいそうね。回せないから。今んとこ光の投手1回。呪いもたまらない。いや、どうなんだ、貞子。確かに理不尽ではあった、たまるの。あ、ちょ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 、なんか俺かよ、しかも。まあそうなるよな。タップ終われ、開けちゃってもいいか、怖いけど。バランスの使いどころさんがないんだけど、これ丘なくない、このマップ。どこで使おうかなと思って周り見てたんだけど、なんか丘ないような気がする。あの辺りでやってるな。貞子来たら開けちゃう。はい、セルキア C の、まだ板あるな、その手前。あ、呪い結構やばいな、固定されてんの。ハリーもやばくない。あ、いや、じゃあ固定は2個か。で、2人の呪いが、あ、呪いが溜まった。
パディがあと1。まだ多分大丈夫だと思うけどね。ウィークさんが、ウィークさんがなんかしてる。ウィークさん、自己解なさそう。ちょっと待ってな。もうちょっとで俺終わるから。待て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 。終わりなんだよ、もう。あ、どっちどっちどっち。ちょっともう座れたんだけど、ゲート回復すんの。ちょ、勘弁してくださいよ。どうすんの、これで下がったら。もうないから、ないと思うけど。やっぱしんどそうだよね。やってて。前ほど万能感はマジでないと思う、サダコ。ゾロゾロと集まってくる。悪いサバイバーたち。あ、これギリギリそっちは届かんのよね。もっと近づけてればよかったけど。あ、そっちか。救助できたらでもどうだ、いけそうではあるけど。あー、もっと針に近づいてほしいな。あー、これはでもここで一回回らないと多分無理だね。これでもどうだろう。あ、バランス使えるけど、もう一個のゲートがどっちだ。開けてないと思うんだよね、多分。どうだろう、もう一個開いてないよな、あれな。そう思った。いや、どこ行ったか分からん。これ真っすぐ逃げてみるか。3日が入るかも、普通に。あ、これ共通部屋周りでやってると思ってない。誰かー3日目の肩いけるか、普通に。いけそう。しゃあ、ナイスー。なんか逃げれたわ。